バッテリーのね、交換の仕方を説明させてもらいます。まず準備するのが、うん、まず準備するのが、うん、まあ、こういうブースターパックとか、ブースターパックと、まあ、こういうケーブル系やね、うん、こんな、うん、とりあえずまあ3パターン、うん、3パターンで1回まあプリウスで指摘されてんけど、うん、まあとりあえず基本的はターミナルを外す前に、うん、外す前にまあ緩めといて、うん、こういう感じでやって、うん、で一緒に持ち上げて、でショートせえへんように、でその間にバッテリーを交換すると、うん、まあそれが一つのやり方、これを交換、うん、昔、うん、これの、 あの細かいやつはね、またプリウスアルファじゃないわ、ごめんなさい、プリウスのバッテリーの交換方法で載せてるので見てください、そっちも。で次に違うパターンが運転席に回ってもらって、はい、古い車、うん、え、これ古い車扱いの MRS って、うん、まあ結構古いタイプ、うんうんうん、でまず古い車の場合はこういうシュガーソケット同士で、あ、つなげてもらって、うんうん、つなげてもらって、うん、どう調べるかやったら、まずここに挿してもらう、うん、ここね、でその時にキーがオフの状態で、キーが刺さってないです、うん、今状態で、うん、このラジオとか、うん、ETC アクセサリーが動く車、うんうんうん、これの場合は入れてもらって、うん、でロックの状態だとあかんから、うん、アクセサリー状態、これです、うん、アクセサリー状態にして、うん、こうつなげた状態で、うん、で後ろ回りますね、後ろ回って、うん、ここでバッテリー交換する、おーおー、うん、でまあショートせえへんようにやっても、うん、でこういう交換方法と、このな、これ こっちの線、うん、なんかは別にあのオートバックスとか行ったら売ってるの、もうこれは売ってないな、えこれコートの時についてきたやつ、うせやん、ほんま、まあこれはあのバッテリーがなくなった、これがなくなった時に、あ、うん、こう 逆で充電するやつ、うん、で、うん、まあこの車の注意点が一つだけあって、うん、このシーケンシャルオートマの場合は、うん、バッテリーを記憶せんと抜いたら、うん、ミッションが初期化になって、うん、コンピューターをまた再設定せなあかんから、あ、絶対にこの車だけはバッテリーを上がらせへんように、うん、しないと、そうそうそう、で次にまあ今の車ここを挿してもラジオとかがつけへん場合ね、うん、逆でさっきのやり方の場逆転せえへんようにしてる車の場合は、うん、このこっち、ここじゃこうか、うん、こういうので入れてもらったら、ね、知ってるかな、うん、この OBD2、うん、この自己診断、うん、コンピューターでできるところに挿してもって、うん、でこういう、まあ、このやつはつながってますよっていうこのランプがつくから、うん、でこういう状態でこれはアクセサリーにせんでも、うん、大丈夫で す、大丈夫 でこれでまだあのバッテリーをそのまま交換してもらったら、うんうん、いけると思います。この3パターンでどれかやりやすい、うん、3つね、うん、何にしろブースターパックはいるんやんな、まあ、いるいる、うんうん、でこの車に対してはもう絶対にバッテリーを上がらさない、うん、マニュアルの場合はいいけど、うん、このシーケンシャルのミッションの場合はこれね、うん、でこれでまあ例えばバッテリーが上がったり、うん、交換せなあかん状態があったら、まあ走って記憶を挿すか、うん、もしくはディーラー行ってやってもらうか、うん、ちょっと大変なんでね、バッテリー上がらへんようにだけ気をつけてください、うん、あれ、うん、なあ、またね、チャンネル登録と高評価お願いします。